皆さん、こんにちは、マーティーン。では、のみ屋クーボーイ、キングタクです。1997年を振り返ります。まだ生まれる1年前ですね。はい。あとは、G-SHOCK の流行とワッフルブーム。あとは、まあ、ハイパーヨーヨーが流行。そして、厚底サンダル流行。PHS、キティちゃんも流行したそうです。はい。まにクローン羊があったそうですね。はい。3月、大阪ドーム、長野ドーム開業。近鉄の本拠地と、えー、中日の本拠地ですね。はい。秋田新幹線が開業。 そして新幹線時速300キロの時代。すごいですね。消費税が5%に4月。タイガー・ウッズ選手が最年少優勝マスターズです。すごいです。ペルー日本大使皇帝人質解放。はい。5月にうなぎに,にパルムドール映画。これ、川瀬直美作、の森のス作も選ばれたそうです。はい。山石証券自主配慮。これは大変なニュースになりました。神戸小学校殺害事件はこれ。びっくりしましたね。はい。 土井さんが船外活動したそうです7月に香港返還アメリカの探査機火星に着陸ワンピースの連載も始まったそうです8月にグアム空港で大韓航空機墜落、はい、9月にビートたけしさんのこと北野たけし監督花火が金日賞を受賞あとは x ジャパン解散発表確かその後は復帰したそうですどっかで、はい、10月は長野新幹線確かに開業したし臓器移植,し移植法を施行したそうです 11月には北海道卓食銀行破綻。12月に世界初のハイブリッド車発売。そして、大来橋ギネス記録をから選挙東京アカライン開業や京都議定書採択。そして、4年前 !1998 年フランスワールドカップ日本が初出場。これが女方のワールドの歓喜と呼ばれたそうです。開催地のマレーシア最終予選。はい。本当に貢献しました。やりました。はい。岡田監督、本当にすごいです。というわけで以上です。まあ、他にもモノオケ姫の映画やポケットモンスターも人気。 まあ、すごいもの万歳です。バイバイ。